ただいま。あれ、ただいま。ね、忍者ねえわ。大勢猫。大丈夫かな、最近元気なくない？元気はある。元気はめちゃめちゃある。ある？夜中も。ずっとここいるよね。ずっとここいるよね。どうしたんだろう、ね。そう、ご飯こっち持ってきてって。だよね。実際食べないもん。食べない。なんか変な感じじゃないかな、首。元気かな、大丈夫かな。元気よ。あ、元気ないじゃねえよ。それより三男大丈夫かな今日何時帰るか分かんないとかっつって、あ、大丈夫かなあいつ。どこ行く？食べに。どう思う？それはどっちでもいいよ、作るんだったら。そっちじゃない、ご飯の話じゃない。え、三男の話だよ。三男の、もうそれはもう三男次第でそうだけどさ、じゃあ行こうか。はい、どこ行くか、どこ行くかな。なんかもう、じゃあ三人でうちも行こうぜ。そうだけどさ、ちょっとあいつ叱って二人で、ちょっとなんか二人ともなんかひょうひょうと。今彼女と言ってんの？今でしょうね。今になってこの今のタイミングでこう反抗期的な、反抗期じゃねえか別に。俺ら反抗期まだ来てない。俺ら反抗期まだ来てない。俺ら反抗期まだ来てない。まだ来る予定なの？逆に。逆に来る予定なの？から反抗する。もう18歳すぎて。純粋反抗期。任せていい。めっちゃ簡単に行くよ。俺らは。中学生の時に反抗期だったり。お兄ちゃんも反抗期だったかな。中学校ぐらいで一応まあ。反抗期というかさ、ただ何もやらないという反抗だよね。逆に。お兄ちゃんの場合は特に。実質反抗期。確かに何もやらない反抗ね。何もやらないという反抗期。もう食べ行こっか、もうなんか寿司食いたいの。あ、寿司、いや俺何でもいいよ、焼肉でも寿司でも。これね、好きなんだよ一応。行きましょうか。行きましょう。それよりさ、あの三男はどうすればいいのかな。私は最近真面目に過ごしてるじゃん。いや、お兄ちゃん最近真面目に過ごしてるよね。ちょっと真面目に言ってるから。本当そう思う。ちょっと少し遠慮してよ。もう遅いか。ああ、ちょっとうどん食べようかな。うまい。寿司あるよ。うまい。なんかこれ食べ始めると元気になってくるんですよね。ちょっとね。おいしい。うまい。おいしいね。元気ないんだよ私は。ちょっと食べる。絶対美味しいよ。あらまね。
ご飯やってくれてありがとう。これはひでえな。ちょちょ今やったの。ありがとう。あ、話してくれたの？天才じゃん。これは今から回すやつ。今全部ここだけはできたね。こうやってくれた。これは今からだね。ありがとう。やってくれたんだ。朝ごはんみたいなしてる、ね、この塩とかじゃないの、絶対味、うん、まあ一応持ってってもいいよ。それでまずよくぶっ飛ぶ、食べるときは普通こうか、普通こっちが正しいのか、はい、手を合わせてください、はい、いただきます、いただきます、お疲れ様です。よっしゃ、よっしゃ、お味噌汁があります。味噌汁がいただこう。あ、うまっ、うまっ、優しい、うん、ずっと優しいね、うん、美味しい、うん、うまっ、うまっ、これこれ、いただきます、うん、うわ、うまっ、うん、やろこう、うん、うん、これやった、俺、あと満足だ、もう早っ、早っ、早っ、うまい、これ、これ、怖かった、ちょうどいいか、こればあちゃんから僕に、そう、三男くんに
口内の口内炎の薬わざわざありがとうございます。すごいよね。動画見てんな。おばちゃんにはもう治りましたって伝えといてください。あ、来てる来てる。はい、口内炎ありがとうございます。これやっぱね、塗り薬ありがとうございます本当に。紅茶が入った。あれ紅茶が入った。紅茶って言ってたかもしれない。紅茶が入った。紅茶なんつうの。俺が食べとく。あれだな。多分100回ぐらい前の動画だけど、うん、まあ、シャキ食った時も、うん、その時もね、あ、お米5合炊いてみよかったって言ったかな。なんか花うまいよね。そう、鮭を最近買ってないからな。売ってないかも。な、今魚が高い。高いよね。取り行こう。鮭。出るかな。え、そういえばあの形って何だろう。あれが泳いでんだよ。あの大きさなの。ピリミが泳いでる。ピリミが泳いでる。ってことはこんぐらいってこと。何が素直か。まさにこうだって、ね、まさにこの位置、このこれだけ、これまさにこれ。そう、なんか内臓が入ってるから、そこに、あの若干へこんでる部分は。聞いてない。よし。彼女がいる話をしていいの、この動画で。はい、うん。知ってんの ？YouTube で。ちょうどね。言ってないよね。まあ、言うわけないよ。そうなんだよ。言うわけないと思った。お兄ちゃんにはいないの？ん？わかんない。わかんないよね。わかんない。言ってないだけであるよ。クソ、悲しくなってきた。もう一人いけないな。うん。同じ顔してんだから。同じ顔してんだから。同じ顔してんだから。だから三男君の彼女が次男君と間違えるかもしれないよ。あ、絶対ない。全然違うって言われたよ、俺。この間、写真を、ま、あの後見せてもらって。うん、お母さんにそっくりだったからね。そっくり。もうそっくりだった。くる。え、見る。うん、見ないって。やっぱ別に俺は、まあまあ、まあ、ね、ちょっと似てるぐらいかなと。いや、と思ったんだけど、よく見たら見るだけ。それどころじゃなかったよ。見て。うわ、そっくり。そっくりすごいでしょ。そこだっけ。もう子供。まんまじゃん、これ。お母さんのまんまじゃん、これ。お母さん写真何だった？いくつ持ってない？持ってない。持ってなかった。ないって LINE やかな。超変な人がいる。ん？え？何してんねん。今動画から出てるんですよ。すみません、前をもうちょい下にした方がいいです。そうですね、素晴らしい。もっと上まで達したすぎますね、それ。何してんのかと思ったよ。どこにだと思ったか。一人で上だと思ったか。じゃあ行きましょうか。はい、誰か何割何部作ってほしいよね、ちゃんと。1日かけてちょっと誰か全動画見て。そう、全動画の最後だけ。きつかわいそう。誰かやってるかも。やめろ。やめろ。よくない、よくない、よくない、よくない。はい、最初はグーじゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんポン。あーっしゃー、初じゃない。おぉ、初。お疲れ。若干複雑なんだけど。はい、お願いします。はい、手を押してください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、美味しかったです。子供は子供のお付き合いがあるし、そっちの方もそうだし、まあ、大人になってきたってことで大人の行動もしてほしいし、ね、まあ、あんまり人のこと言えねえけどな、私は。ほんまに。いや、一回失敗してるからさ。どういうの？お母さん。あれ？まあ頑張っていこう。はい、はい、ありがとう。はい、うん、バイバイしか言わないよ俺は。なんかいい感じでしょ。ちょっとなんかちゃんとみんなにお礼言っといて。すごい応援してくれてるから
12万人の人が応援してくれてんだから。いや、まあでも、とんでもないことだよ。すごいね。すごいよ。すごいよ。日本で一番応援されてる高校生だと思うよ。確かに。あるかもしれないね。ちょっとじゃあ、市長さんの皆さんに本当に、お母さんたちに、カメラの向こうのお母さんたちに。いや、もう応援ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。バイバイ。恥ずかしがりなんだよな、そういうのが。